えのきジョージのぐるるるパンパワースポット巡り第38弾、東京都千代田区東京大神宮参拝の巻。皆さんこんにちは、えのきジョージです。今日はですね、東京都千代田区にございます東京大神宮に来ております。東京のお伊勢様、今回は東京大神宮に来ております。まずはお手水。しかしここではよそと違い柄杓を使いません。ここでのお手水の作法は、流水で両手を洗い、両手に水を受けて口をすすぎ、再び両手を洗い流すというもの。その水はとても冷たく神聖なものを感じます。それでは早速参拝の方へ行ってみましょうか。この日もたくさんの参拝者が来ておりますね。古来より伊勢神宮への参拝は人々の生涯をかけての願いでした。明治の新国家が誕生すると、明治天皇の祭壇を仰ぎ、東京における伊勢神宮の遥拝殿として明治13年に創建。当時は日比谷の地に鎮座していたことから日比谷大神宮と称されていました。しかし関東大震災後の昭和3年に現在地に移ってからは飯田橋大神宮と呼ばれ、戦後は社名を東京大神宮と改めた。御祭神は天照大神、そして豊受けの大神、それから増加の三神、雨の水か主の神、高見結びの神、神結びの神、そして大和姫の御事。そしてこちらが東京大神宮の御朱印です。とても綺麗な字ですね。はい、参拝終了いたしました。いや、東京大神宮いいですね。もうね、なんかずっとなんかここにねいたいみたいな気持ちになりましたね。はい、まあ、東京大神宮はね、えのきジョージも水属性なんですけれども、東京大神宮水属性ということでね、ちょっと属性今回ちょっと大事にしてちょっと来てみましたけれどもね、なかなかもうなんていうんですか、もう風がふわっとね、この風がふわっと来た時のこの感激っていうかね、あの感動といいますか、どこの神社、パワースポットへ行ってもなんですが、もう大体はこう風がふわっと来た時に、あ、今日来てよかったなって気持ちになるんですね。まあいろんな歓迎のサインっていうのはございますけれども、今日は最高でした。ルルルルバーン。というわけで、今回は東京都千代田区にございます東京大神宮へと行ってまいりました。